こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ副業のやり方をブログや本を見ながら探しています。初心者必見、学生でもできる副業で毎月10万円稼ぐコツを教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速行ってみましょう。はい、この動画ですね、 SNS から質問がありましたので、ぜひね回答させていただきます。はい、こちらですね、まずですね、一番の投資とか株ですね、これやる方結構いるんですけど、実際どうなるかっていうと非常にハードルが高いです。はい、一番怖いのはですね、FX のね、ツールを利用して、一時は稼げるんですよね。一時例えば100万いきましたとか出てると思うんですけど、こういうですね、ツールを利用してですね、すぐ攻略されてしまってですね、稼げなくなってしまいます。はい、なので、マイナス260万とかね、借金3000万とかね、なる確率非常に高いです。はい。で、株に関してですね、私も株持ってたんですけど、これですね、なかなかね、上がらないんですよ。はい。で、結構いい銘柄でも、上がるか上がらないかっていうのは、買ってみないと分かんないので、正直ね、非常にハードル高いです。難しいです。だからぜひね、初心者の方はね、お勧めしないですね。はい。で、その次なんですけど、アフィリエイト eBay ですね。これはですね、アフィリエイト eBay、確かにですね、稼げなくはないです。10万円。ただしですね、安定してないです。で、安定してるって方、おそらくですね、物販のみやってると思うんですよね。はい。で、他の方はですね、安定してない方はですね、全く稼げないです。なので、ぜひね、おすすめしないです。eBay に関してはですね、ライバル非常に多いので、多分稼げないかと思いますね。はい。オンライン商品をね、やっぱ売っても評価高い人みんな買ってしまうので、売れないですよね。なので、稼げないです。安定してないです。ぜひね、おすすめしないですね。はい。で、3番なんですが、カメラ転売中銀なんですけど、これはですね、私が実際やってまして、収益安定します、これ実際に。はい。ただしですね、カメラは今ですね、もう数年前、やっぱり稼げるってやったんですけど、結構ね、規制まぶしいですし、メルカリ等もですね、アカウントをね、出品者アカウント取れる方非常に多いです。はい。なので、カメラ転売払うとちょっと高いですよね、今ね。実際利益は、ね、1万以上出るんですけど、高いです。で、初心者の方はね、ぜひね、中央輸入ですね。中央輸入でしたら、利益出すことは可能です。10万円ですね。はい。で、リサーチをしっかりしてればすればね、100% 利益出るのは中央輸入なので、ぜひね、中央輸入やることをお勧めします。はい。ぜひね、検討していただけるとね、いいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼンション、日経のスタンプをお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。あとですね、グッドボタンお待ちします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。